は甲府の湯沢、小塚がキープ、シュート、決まった。3分30秒、小塚が溜めて溜めて走り込んだ佐藤のシュート、ヴァンフォーレ甲府、この試合も立ち上がり前半4分に先制点です。少し序盤から押し込まれる時間が続きましたけれども、あの堀込のドリブル突破というのは少し強引にも見えたんですよね、はい、しかしまあそこからセカンドボールを拾い左サイド、でここで小塚がターンすることによってためができ、その後ろの佐藤が上がってくる時間を作っているわけですよね、そこも冷静に見て、そこまでイメージしたかのようなターンでしたね小塚の、はい、しかしシュートもいいし